はい、ホームセンターの部品の話、ホームセンターの部品の話、まあ、ホームセンターでよく部品をね買いに行っているんですけども、つい先日もある部品をね買いまして、その部品はね2個セット、ある機械の右と左につける、部品で、よく形は似てるんだけども大きさは大きさとかね形は似てるんだけど互換性はないんですよ。右の部品は右にしか付けられない、左の部品は左にしか付けられない、右用左用と、完全に互換性がないと、全く付かないわけね、無理やり付けると壊れちゃうってやつね、うん、そういう部品があって、だから2個セットで右用左用でね2個セット1000円ぐらいで売ってるんですね。でそれを買いに行きました。と言いますのもね、結構遠いんだけどホームセンター、そこはねそこにしか売ってないんですよ。普通のホームセンターでなかなかね探せないっていうね、まあちょっとマニアックな部品で、でも修理時する時にね絶対必要で、価格はそんなに、高くないんだけども、で あとね通販で買ってもいいんだけど、やっぱ現物をねちょっと見たいんですよね、うん、間違う可能性あるんでね。先ほども言いましたように右用左用分かれているし、しかもいろんな会社が出してるので、あるいはいろんな取り付けタイプがあるので、自分の持ってる工具では取り付けられない可能性もあるんでね、やっぱ目で見て、うん、確実に買いたいわけです。急ぎなんでね。それでね買いに行ったんですけども、でコーナー行って、そこはね結構専門的な部品も売っていて、で専門のスタッフが常駐してるわけね。やっぱり工具系で、そこにしかないものを売ってますし、あるいはそういうジャンル、特殊なジャンルなので、分かる人がいないと間違って部品買っちゃうお客さんもいるからね。まあ知ってる人はいいんだけども、分かんない人は間違って部品買ってしまう可能性もあるんで、だから専門のスタッフがいていつでも聞いてくださいという感じなんですね。だから私も好きでそこに行ったんですけども、それでまあ探したらないんですよね、全くないわけ。あともう一回探してようやく見つけました。コロンとねこの粉、棚のところに転がっていた部品で、それがね、右用だったんですね。右用、右に取り付ける部品だったね。私がどうしてもね最低限欲しいのは右用だったんで、まあ、これでもいいんですね、これでもいいんです。ただそういう部品っていうのは、左右違う部品っていうのは大体摩耗する期間、故障する期間も大体一緒なんで、両方取り替えるんですよ。取り替える時は、交換する時は右も左も同時に取り替えるんですよね。例えば右が壊れて左がまだ大丈夫でも、一応念のため取り替えちゃうんですよね。お金もそんなかかんないから、1個500円ですから、2個で1000円だからね。だからこれ2個セットじゃなかったかなと前見た時ね。でまあバラ売りでもまあおかしくはないですね。右だけ壊れた人が買いに来る、私みたいなね人もいますから。でも棚にね右用だけ転がってるってのはおかしいですよね。全部売り切れかってことになるから。でもしかしたら私がね探しきれないんだけど、そういうねコーナーがあるのかもしれないと思って、でふわってこう歩いてた、そこのね常駐してるスタッフの人に、店員さんに聞いたわけ。すいませんって言って、これと似た部品ありますかみたいな感じで聞いたわけね。でその部品は名称もちゃんとあるし、あるんだけど、私の持ってる右用のねその部品、500円ぐらいの部品、これ名称をきちっとあるんだけど、名称がねいろいろね言い方があるんですね、うん、全部正しいんですよ。 3つか4つか言い方があって、全部正しいわけだから、私が名称一つポって言ってもそれははって言われちゃう可能性あるんでね。例えばお菓子で大判焼きってありますけども、あれっていろんな名称ありますよね。まあ地域によってとかね、うん、いろんな名称があるので、大判焼き、はい、
だから大判焼きって言っても違う地域の人ははって言われちゃうから、だから私もそれ警戒して、これと似た部品ありますかと、要するにこの手で持って見せてこれっていう感じで、よくあのファミレスとかでメニュー表を見て名前を言うのもいいんだけど、これ一つとかね指して言いますよね。でその方が分かりやすいだろうと、名前言ってもいいんだけど聞き間違いもあるし、うん、だから、似たような名前ありますからね、すごく部品は特にね似たような名前あるんですね。だからこれと似たような部品ありますかみたいなの聞いたわけ。だって店員さんがはぁみたいな感じになって、これと似たような部品みたいな感じで引き返されてきて、私はあれと思って、この店員さんあんまり知らないのかなみたいな感じで、部品のね、そう専門の部品のとこに常駐してるスタッフだけど初めて見る顔だし、そこではね、しかもちょっとバイトっぽい人もいるんですよね。うん、もちろんすごいね詳しい人もいるんだけど、バイトっぽい手伝いみたいな人もいると。で人手がないときは手伝いみたいな人だけの可能性もあるんでね、ちょっとあんまりその部品に詳しくないのかなと思って、失敗したなと思って、 で私は改めてですね、いやこのねあの部品がたくさん置いてあるようなコーナーみたいなあれば教えてくださいみたいな感じでニュアンス言ったわけね。要するに私は自分で探すから、そのコーナーだけ教えてくれたら私自分で行くから、それで探すからみたいな感じで、そういう意味合いでこのこう置いてあるコーナーありますかねみたいな感じで聞いたわけね。またはぁみたいな感じになってるわけ、意味がわからんみたいな感じで、で私はあのこの部品って言ってるから意味わかんないんだって、あの名称を出してみようと思って、ね、右用のなんとかって部品、左用のなんとかっていう部品とかね、まあそれだけそれ合ってるんだけど別の言い方もあるからね、だからこうヒットするまで言ってみようと思って、最初に右のなんとか左のなんとかって言ったら店員さんがあーって言って分かって、でこのこれ2個セットですよねみたいなこと言われて、で私知らないからあーみたいな感じで、でちょっと待ってくださいって言ってすぐですね、そのあの部品のコーナーに案内されて、まあ近かったんですけども数メーターね、でここにありますよみたいな感じで、でそのね陳列の仕方がねまたこれややこしくて、あの陳列ってあの出てないとダメですよね、見て分かんないとダメですよね、そこの陳列をねちょっと不可解な陳列で、奥の見えないところにも陳列してるわけ。どういうことかっていうと、机の引き出しってありますよね、机の引き出し、ああいう感じであの陳列してるわけね。で机の引き出しをちょっと開けてるような感じ、そうすると机の引き出し半分ぐらい開けてるような感じで棚に陳列してあって、その段ボールかなんかでこう引き出しみたいなの作ってあってね、でそこに部品をガチャって入れてあって、でまあ分類して入れてあって、それで奥の方にもですね違う部品が入れてあるんですね。うん、で手前はあの A っていう部品 で奥の方は B っていう部品であってね、でそれもサイズ違いだったらいいんだけど、全く用途の違うものをね奥に入れてあったりして、で探せないわけですね。全てのね引き出しを全部開けて奥まで見なきゃ探せないっていう、そういう陳列方法で、まあ、私もそれはどうかと思うんだけど、まあ、スペースの問題もあるからね、お店の。それでねそこ出してくれて、あこの部品だったらここにありますよみたいなと言われて、であったんですね。いや2個セットで1000円ぐらい、右用左用でね1000円ぐらいでした。で私のはねなんか知らないけど袋に右用しか入ってないわけ。これね陳列してる時にねお客さんが触ったかなんかで袋が破れて、それで出ちゃってたんですね、左用の部品が。で私も買いに来たからありがとうございますって言って、で、そっからねまた出そうとしたら2個セット出そうとしたらまた破けてるんですよね。でボトッと落ちちゃって、なんか店員さんすいませんみたいなこと言ってたけど、で私はあの破けてないやつを2個セットのやつ取ってどうもみたいな感じ でレジ行きましたけどね。
だからね、そのなんていうか、それでいいのみたいな感じで、破けてるけどそれではそれでいいのみたいな感じで、まあ、そんな出来事がありましたね。だから店員さんは何を思ってたんですかね、私の尋ね方についてはみたいな感じで。私はですね、先ほど言った通りの感慨で尋ねたわけね。店員さんとしては多分ですけども、なんか聞いてきてると、で手に取った右用のねあれを見せてると。で最初これと似た部品ありますかって聞いてきたから、この人何言ってんだろうと。いやこれは1種類しかないですよと。まあ左右2種類あるんだけど、セット販売だからね、これは1種類しかないですよと。まあ本当に特殊な場合はサイズ違いがあるのかもしれないけど、まあ一般的にはそのサイズしかないわけだから、こうやって似た部品って言われても困りますよね。全く用途が違うね、別の部品で似てるものを聞かれてるんだったら分かんないし、いくらホームセンターの店員さんとはいえね、形が同じぐらいのサイズで似た部品って言われても分かんないですよね。で私の方はですね、その似た部品っていうのは右を左を回りますし、あの取り付け方法がちょっと違う、形がちょっとだけ違うものがあるんですね。だからそういう一群のねものを指して似た部品って言ったんだけど、店員さんは多分それ一種類しかないと思ってるんで、はぁみたいな感じ で私が名称を出したら、あなるほどと、この人は分かってるんだと、ね、分かった上で聞いてるんだと。ってことはもう限定されますよね、非常に限定されると。別のコーナーじゃないから、そこのコーナーだから、あんじゃあここですねみたいな感じで出してくるんで、なんか袋が破けててすいませんみたいな感じで、そういうことなんですよね。ただ私は危険だなと思うのはね、よく知らないお客さんがその部品をね頼まれて買いに来て、で袋が破けてると、で袋が破けてることも知らず、1000円の商品を500円で買った、1000円の商品の半分だけを買ってしまってと、こういうことは起きないかどうか。本当は左右セットなのに右だけ買って帰ってしまうっていうねことは起きないだろうか。そうするとお客さんブチ切れますよね。頼まれて買ってきた人は頼んだ人がブチ切れますよね。しかも袋破けてて、だからねそれは絶対にダメだろうし、まあなんとか防止策をね考えた方がいいかなと。その部品がね棚の奥に入ってて探しづらいっていうのはこれも良くないんですけども、でもしょうがない部分はあるし、スペースがね足りないから、あと店員さんに聞けば分かるし、こういう部品探してるんですけど、あそこの奥にありますよっていう風に、そのために店員さんがいるわけだってね。はい、というわけでね、まあホームセンターのね部品の話でした。